勝2敗目の花巻乱です。早速参加選手の皆さんにご登場いただきましょう。さあ、壇上に上がってくるチームホワイト、そしてチームブラック、4名ずつの選手になります。さあ、まずはチームブラック藤原翔太選手を先頭に入場してまいりました。今学ぶ投手、おっと、平沢大河選手にちょっと、どなたですか。あ、こちらは山本大河選手でございます。あ、なんか僕いつもね、キャップをかぶってる選手しか知らないんで、あ、こういう髪型だったんで、今感じしました。あれ、あれ、松川選手も、たっちゃんの松川選手も一緒に、おい、平沢、あ、久々になったんだ、初めて知りました。後から後攻はチームブラックということになりました。
していきます。で走っている時はあえて緊張感を出すためにですね、静かに歯の瞬間を見守りたいと思いますので、ちょっと確認ができないうちに見る方はマリンビジョンでお楽しみいただきたいと思います。マウンドがちょっとこう登る感じなので、そうですね、今西川選手も見ていらっしゃいますけど、なんか難しそうだなっていうイメージがちょっと楽勝ですね。楽勝ですか。ちょっとこれね、なかなか耳がブラブラしてますっていう、うさぎさんは大変ですね、これね。ちょっと西川選手のうさぎさんはブラブラなんで、ちょっとこの辺りはどうでしょうか。気になるところです。さあ、準備はよろしいでしょうか。いけますかね。はい、ゴールテープも、はい、ありがとうございます。さあ、それでは参ります。チームホワイト、藤岡雄大選手、パネルを持つのは荒川祐樹投手になります。皆さん、ご静止に参ります。位置について、よーい、スタート。第1レースから
大事に行きますね。大事に行く。どっちがスピードを譲ってしまう。ああ、そうですね。もうどうや
が染みますね、非常に。綺麗なロケがするな。めっちゃ怖いわ。自家選手、いかがだったんですか、実際に。意外と距離がありました。勝利にこの第3レースは導きました。4秒台ということでチームブラック、皆さん